はい、とポケットモンスター X 実況プレイのパート25をやっていきましょう。ミアレシティに向かう道中だったんですけども、なんか発電所内部でね、フレア団がまた、よからぬことを企んでいる様子ですね。まあ、懲らしめてやりましょう。というわけで、フレア団の連中を片っ端倒していく。経験値がここにもらっていきましょう。まあ、ちょっと敵のね、レベルとか見ながら、あまり、メンバーに無理させないように、戦っていきます。32か。ドラゴンクロガーとそんなに使えない。よし。岩石風刺。早い。自分殴った。さすがに危ないな。いや、自分殴っちゃうね。よし、ワンパンはしないだろうな。攻撃力が大したことないもんな。うわ、交換読まれたか。頼むぞ。よし、どんどん進みたいところなんだけども、回復アイテムもあんまりないんだよね。しょうがないから使うけど。また怪しい光とか出られるのかなと思うとちょっと億劫なんだけど。わあ、頑張れガバイト。おし、おし、待って、できるね。まず弱点ついてる分、ガンプの方がいいわ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。頑張った。
戦い抜いたじゃない。よし、それは任せろ。もう半分こいつが俺のパートナーと化している。結構が。ごめんよ。ローパンチ。よしよし。やりにくいなぁ。当たってねえし。結構食らった。結構が行ってみようか、たまに。たまに。もうパートナーの扱いが俺雑すぎるだろ。まあ、毒ロック。あまり長期戦にはできないな。水手裏剣。勝て。どっちかってとこっちの方が痛いぞ。水手裏剣。アンコール。お答えしよう。お、いいね。毒を直さないと。ん？毒のサイトもあるか俺。ないかも。わ、毒を直すアイテムがない。まずいぞ。エパルダス。だよねー。攻撃力上がるんだっけ。一段階下げたくらいじゃ抜けないかな。抜いた。よし、削り切る。マルノーム。メガシンクからのボーナッシュ。
た波動弾。波動弾来たんだけど、うちの、これ、どっちかっていうと物理なんだよね。まあ、ガンプでいいか。まず、メガルカリオって時点で物理だしね。引かなくてもいいんだ。そもそも素早さ勝ってんのかい。うい、思ったより威力あったな。ちょっとね、メインウェポンを失った。お。リザードも行ってみよう。メガシングロパンチ。お、来た。よし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 。お待ちかねの騎馬護神から、ついに。はぁ。オノンドに進化した。いいね。戦力アップ。一旦回復に戻りたい気もしたけど、まあ、いいか。なんか毒のダメージ受けてないし。あとどれくらいだ。事実だけを言うならば、あれを動かすのに必要な元気は蓄積できたわね。ではそろそろ引き上げるか。さらなるミッションがある。ミッションというのは、あのポケモントレーナーの始末かしら？驚きだな。作業者以外にも始末するものが増えたか。お、噛むのが強そうです。エルガー？これとなかなか強力なポケモン出てきたね。あれ、こっち半分なんだよね。ちょっと危ないな。危ないな。押し耐える。で、逃げます。誰に味方でいいか。
クロパンチだ。すまない。科学者、後始末を頼む。いいの？トレーナーさん、カモンしちゃって。じゃあね。さすがに辛いんで。一瞬で終わらせる。私の名前はアケビ。ご覧の通り、フレア団でとある研究をしている科学者です。あなたには悪いのですが、お願いされちゃったからね。すぐお見せたらいいのに。攻撃力を下げられた。が、気にすることはない。よしよし、いいぞ。多いね。強いのね、あなた。うん、強いよね、あなた。あなた面白い。また会いましょう。え？あら、あなた。私たちよりも早くここにいた得体の知れない連中を追い払ってくれたの？そうね。カロスを守る人が多いことはいいことですもの。感謝の気持ちですわ。ポケモン元気にしますわね。お、ありがとう。うん。君とポケモンは最高のチームみたいだね。とはいえ無理は禁物ですよ。これを持っていてください。ありがとう。君たちのおかげでミアレの停電も治りましたよ。つまり13番道路とリアル人をつなぐゲートも通行可能になったんです。では私たちだぞ人はこれで、さようならは言われる前に私から言いたいの。お、ルボワール。なんか正体バルバクリだけども、回復してくれたんだよね。うん、よしよし。あ、ニトロチャージ。磁石だって。電気近づいていいからな。100円でくれて、売ってくれた。安いかどうかよくわかんないけど。おー、リザードンだっけか。まあ、物理型にしていこうとしているくらいだから、まあ、特攻の方が高いけど、炎の牙よりいいかな。
よし。街に入りましょう。うっ、なんかでっけえ人がいる。ポケモン、花のポケモン、永遠の命を与えられた花のポケモン。なんだ、岩倉きれいもんな。よいしょ。鍋ちゃん。お。後ろ姿見かけたから、すごい走っちゃった。ローラースケートに追いつけてすげえな。あのね、ミアルの停電復旧したんだって。カロス発電所の電気を奪っていた悪い人たちを誰かが懲らしめたんだって、俺だ。そんなすごい人だって一体誰かしら、俺だ。え、すごい、鍋ちゃんなんだ、信じる。でね、聞いて聞いて、タワーに明かりが灯るの。行こう鍋ちゃん、ミアルの名物なんだよ。ほら、まっすぐ行けばプリズムタワーだからね。おい。あそこに行けばいいの？あ、面白かった。薬を買おう。あ、ハイパーボールってるじゃん。いいじゃん。薬を買おう。これ買えばそれが、それで全て済んだ。いっか。うん、いいでしょう。換金アイテムとかなんかあったっけか。いいね。で、フリーズのタワー？待って、今なんか降らないんだかったか？ナイスタイミング。これから点灯するみたい。あ、シトロンさん。ミアレのジムリーダーだよ。発明も得意でいろんなマシンを作ってるの。ほらほら、あの二人。ただの友達なんだよ。ねえねえ、まだなの？うん。ここの点灯回路の具合を確かめないとね。あ、サナさん。そちらもしかしてチャレンジャーさん？ごめんなさい。もうしばらく待ってもらえますか？ほら、お兄ちゃん。よし、準備 OK。今こそサイエンスが未来を切り開くとき。プリズムタワー点灯マシン、パワーオン。
こんな気持ちの時にうっとりって言うんだよね。鍋ちゃんとの思い出またできちゃった。なるほど。さすが僕の発明品。フリズムタワー点灯マシーンはバッチリだったようですね。はいはいお兄ちゃん。チャレンジャーさん待たせているんだからね。こちらのプリズムタワーがミアレのポケモンジムになります。すごいよねシュトランさんのマシン。そのままパズルを解いてくれるマシンをもらったけど、もったいなくて使ってないの。使ってよ。じゃあジム挑戦頑張ってね。オッケー。さあというわけでね、今回はここまでとさせていただきます。次回はいよいよこのミアレジムに挑戦。まあ、電気タイプを使ってくるジムということでね、今回はガバイトが活躍しそうな感じがしますね。はい。まあ、その活躍にも期待しつつ、また次回頑張っていきたいと、思います。頼みました。はい、ポケットモンスター X 実況プレイのパート25、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。